猫人間であることを告白してから5年間をまとめた本を発売するという松本さん、どんな本なのか触りの部分で教えてください。すごかったですね、猫人間として生まれて。あ、そうです。小2の時におかんに言われましたからね、あんたは猫人間やでって。別に俺はずっと見てきたけど普通やんか、人間としてね。あれこいつ猫ちゃうかとは思ったことないわけですよ。なんかこう我慢してんの、なんか猫人間になりそうなのをこう我慢したりとか。我慢してます。今立ってる状態でしょね、はい、それ楽でしょ。はいはい。僕ほんまめっちゃきついですから、ね、今、うん、え、どれが一番楽なの。めっちゃこうなりたいでも、もう やったらもう猫人間って、もうバレてるけどあ、そう、うん、いや別にいいですよ、楽な格好で喋ってる。いやいや目線がさ、うん、合えへんし。いやじゃあいいよ、俺どんどん甘えてまうから。あ、でも大丈夫よ、目線下げてあげるから楽に喋ってくれて。もうそう言われてるだけでもちょっと今もう心がもう動き出してます別に何にもないしね、そのって。いや だから猫人間ですから、うん、猫ではないですからね。で姿勢だけのこと考えてみるとよくね、逆にワンってよく言ってましたね。え、バレたくないから。そうそうそう間違ってんじゃんいやいや、そう、そういうもんなんですよね。あ、でもだからそれだけのことや、我慢してたのは。猫人間であることですか、うん、いやそんなことはないですよ。な、何が猫人間で辛いことは、まあ、天気ももう分かるわけですよ、うん、だからでも明日なん雨かな、なんや言うてる時ももうずっともう知らん顔したかなで、こうやって、うん、知らんがなって思ってても手がだんだんこうなってこれがもうおかしいからね、頬杖がどうしてもこうなるんですよ、ね、まあ食べ物はもう何でも食えるしね。まあまあそうですね、うん、でもやっぱりそのペディグリーチャム的なものにはコンビニ行ってもやっぱり目に入りますね。えらい下の方にあるなとは思う。もっと上に。いやいやいや買ってええんちゃういや買っても猫いないんですから。隠れて食べることもできるわけでしょ。まあむさぼり食いましたねでしょうね。もうあれもうこれでも口切ってもだことありますよ。慌てねえねんもん。ゆっくり食べたらええやん。こうしながら食べたから開いてくるから、開いてくるような。そんな切れたこれ切れすぎやろ。もうその辺のことをこう本に書いてるわけね。そうですね我が輩は本当に猫である。でしょうねやっぱり向上心とかね、犬のですか、うん、あのランクを上げたい犬がですか犬自身が、うん、前へ進みたい、ワンランク上の生活を望みたいっていう現れなんですよ。でも犬関係ない。例えばギャラのランク、タレントランクもっと上がりたいとあなたは思いますね、はい、いやもうそれはまあ誰だってワンランク上。そらそうです。そらそう。小鳥だってもっと羽ばたきたい、もっと遠く空へ飛びたい、うんうん、思ってるわけ。そらそうです。まあもちろん犬だってそうでしょう、うん、回ろう、回りたい回りたいってやっぱ思うわけです。回って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 おっさんになりたい。何が悲しいっておっさんならなあかん。なられへんわな。ああ俺のセリフ。アホかお前。お前見たこと、みんなねすぐ止めるんですよ。犬が回ってたらアホやこいつって言ってパッて抱き上げたりするでしょ、うん、あれ一回ほっといてごらんなさい。こうガーッ回って回って、いやー浜田くんねほんまやて怖いわ。小遣いやろうっていうお金持ってくる犬から成り立てのくせにもう金持っとんの。あ、見たいなそれ。ほんまほんますごいって。一回ほっといたらほんまやって。犬は回って回っておっさんなんねんで写真撮ってくれるから、ね、なんでやねん最近はもうやることがなくてね、うん、なんか新しく面白いことないかなって今探してるんですけ ど、なるほど。もうこれっきりにしたいとか思えへん指はええわ手の、うん、足は嫌やな。足はもう一回切ったら一生してくれんと。小指とかになったらなんか
姿勢がこんなんならへん、なんか切るときな、うんうん、それだから足の指だけはもうなんか一生で一回切りでええわ。足の指は別にええわ。なんでやん手の指のことを今言うてんねん。いや俺は足やん、ね、あと俺はうんこがってよ、もう最後にしてほしない、もう一回もう1時間で1時間やり放題でもええわその代わりもこれで最後に。俺絶対や、1時間やり放題なんか1時間ずっとババ出てんの。そうやそうや、ブレ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 、そうやそうや、それはええわ。でもなんか我慢するので気持ちええ時もあるやん、なんかギリギリまで我慢してガー入ってブリッてやるのもまたああそれあかん、それあかんって、それ絶対あかんって、俺それで何回も失敗してんねんからお前ええ大人が失敗しなよ。失敗してるよ、もうあれやんか、もうあのあ何やの、あのエレベーターでもマンションでもバーもう帰ってきて、うん、それまで全然大丈夫やったくせに、うん、エレベーター乗り出したくらいからゴッツンゴッツンとしたなるやんか、ほんでもううわー焦るやんか、ほんでもうたまらんねん、でもう何あれスーパーマンみたいな状態にもう走りながらうわいいよなあ、ほんでもうふわ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 わわわわわわんって行くでしょ、何やったら飛べるもん、もう飛べるもん、でそのままスルーンってズボンずれて目指す便器のここに来た時にプリッて出てもらえるからいいんですよ、ほんまに。いやほんまそれはお前失格や両親のエッチを見てしまった時どういうリアクションをすればお互いに気まずくならずに済みますか。あんたどういうリアクション取ったんですか。そうね、これねもうほんま正直なやつこの世の終わりですよ松本さんは普段からギャラを現物支給でもらっているそうですがガキの使いでは何をもらっているんですか。あそれは知らんかったもん、うん、え現金じゃないんや。現金ね、僕は ある種お金を信じてないとこもあるんですね。ああなるほど。だってあんなもんは結局、うん、その何でしょうか、日本銀行が勝手に作った紙切れですから、ね、はいはい、あんなもん、あれに別に何の価値もないわけですから、はい、それはやっぱり現物こそ。いやそれは知らん。あ番組によって分けてんの。大体分けてますね。この番組は何をもらう。そうですね。はい。ええ、いやガキはって書いてますけど、ガキは大体俺の仕様ですよねお前そんな山ほどあるやろ俺の仕様ですか、うん、いやそれはお前と俺とのその取り分の感覚じゃないですか。一緒やんやろ。そう、山ほど俺の師匠が買えるほどもらってるんですか。俺は俺の師匠しかもらったことないから分かりません。いや違う、俺は俺の師匠大体8つぐらいですよお前は一体俺の師匠何本買えるぐらいもらってんの。8つっちゅうことないやろ。俺の師匠が高だかお前あんなもん100何本やろ。ええ8ついうことないやろお前、まあ、じゃあ8つは言い過ぎましたけど、うん、まあまあ11とかそんなの変われへん。そんなもんですよ俺の塩はでも俺の塩はうまいからね。いや知ってますよ、ええ、うん、いやいまいちちゃんと絡まってんのかどうか不安ですけどね。透明やからね。うわここだけ濃いみたいなけど、ね、あらそれあるんですけど、はい、まあ俺の塩は俺の塩として俺の塩かい俺の塩いや他の番組はなんか違うもんもらってるわけですか。それは違うもんはやっぱそれはもらったりしてますね。何をもらってんのじゃあ。まあ平平は大体バナナですよね台湾バナナですよねデラックスはサウザンアイランドもらってる。サウザンえ何サウザンアイランドですよ。何やカキ色のドレッシングか。カキ色って最近あんま言えへんらしい。カキ色っていうのはおっさんらしいですね。マジで。ええ、俺も言えへんわ。え、お前カキ色って言うやろ。言えへんよ。なんて言うの。カキ色。最近浜田さんの奥さんとガム旅行に行ったらしいですね。その旅行の話をぜひ聞かせてくださいお願いします。まあ。いつこのハガキが来るかなって俺はまあ週刊女性しかり朝日芸能しかりいつ
スクープされるかというドキドキしてたドキドキしてたし密に連絡が取り合ってお前何ちっちゃい声ちっちゃい大丈夫やねんな大丈夫やねんなだから結局まとめると大丈夫やねんなお前それ自分の女とやってたやろ違う、そんなんはありましたよあなるほどまあまあでもまあまあしょうがないですね今面白い今わかるわそれまあそれは結局は大丈夫やねん、うん正直ガキのオープニング撮ってる時も電話はありましたよ。あ、そうでこっちでお前を気にしながらうわ旦那おんのに大丈夫かお前やってました。あ、そうなんですか。ゴフ行ったんですか。まあ2日目から参加いうことで。ちょっと。ハワイに行くと見せかけてみたいな。あ、なるほど。はいはいはい。さささっと来たみたいです、うん。なるほどね。それはすごかったですよ。うんうん、かなりなんかね、こうやらしい話、こういうなんかこう危険な恋というか、危険な情意っていうのは人を燃えさすもんですよ、うん。あ、なるほどね。だからあんなにも抱いてって言ってしまったんです。ほとんど抱いてしか言うてなかったよ。もうまたちょっともう相方になる人間の前世も知らんようではそれ自分も自分で占ったことあるの俺のもちろんその前は何もちろんありますあほな教えてください自分と俺とうん聞けへん方がいいと思うけどなかなりヤバいからね別にヤバないよヤバかったもええやんでも嫌やでへこむでへこめへんかなりそりゃへこむやろお前いやかなりへこむいや、へこむんちゃうかな。いや、教えて。だから俺は知ってたよ、お前がそうやっていうことを。何何だから喋ってる時も、あいつそうなんや。ちょ、待て待て。それはあかんだよ、お前。それいつ分かってたんや。いや、もう結構前に分かってますよ。結構前ですよ。だから、ガキのスタッフはみんな知ってますよ。だからお前がおれへんとこでは、やっぱりね、雰囲気あるよね。教えといて何ですか、もうへこんでもええから教えといてはいはいはいあのねこれもみんなびっくりせんといてねそして浜ちゃんファンも浜田のこと嫌いにならないで、うん、あのねはい真っ赤なウインナーやったんですかなりへこむなかなりへこんだ今真っ赤なウインナーか興味ね興味真っ赤なウインナーって食べんぞ俺でも昔お前にお前の前世ファミリアやったって言われたことあったあそれは前でしょファミリアの前は冷蔵庫のあの卵を入れるとこやったからねあれへこんだねあこれ言うとあかんかったかなそれは全体しかそれが何個目か やってたああそれは全体全体全体ただウインナーは連なってる3つ目ですよ3つ目か中途半端のとこなんですよ下に4つあるからせやこれはきつかったですねごめんなほんまにお前は何やねんほんな何がですかお前は何やねん俺がウインナーやったとしたら僕らも前は、まあ、言いますけどリーゼントだったかっこ悪いどこどこやねんお前なんでやねん人様の頭の上でこうやってたよいいぜ松本さんに質問です、はい、カラオケで自分が歌っているのに他の人が曲探しをしていて聴いてくれてない時どうしたら自分の歌を聴いてくれるようになるこれはありますねカラオケさんははい浜田さんを毎年年始にいろんな方法で占ってあげているそうですが、はあはあ、今年はどんな占い方をしてあげるんですかいやどんな占い方でもできますよ
どういうことですか、どんな占いかって。いや僕は占い全部あのなんたら戦術やらなんや手相から戦術うん何あほくろ占いからもう何でもかんでもできますからね何だってできますよ。占いと手相は関係あるんですか。関係ありますよ。ああそうす、その先のことが分かるわけですからね。いやもう何でもいいですけど。何がですか。いやなんかもう簡単なもんで。いや違うかねそれが物を頼む態度か見てもらおういう人間が何でもいいっすよ。なんやそれ社会人かお前は。それでああこの子見てあげようこの子の将来を見てあげようって誰が思うねん。せやろうが普通なら5000円なり1万円なり持ってくるもんやんけ。それがただで何でもいいっすよフレンドリーすぎるんじゃボケ。なんでこんな怒られなあかんねん。じゃあほんならお願いします。何本出すねほんまに書いておくで。なんでそんなええわ5000円。お前嘘やんけでようなの言うだけのやつに。いやいやほんまに5000円払うたらほんまのこと言うから。いやほんまのことってお前に何やわかんねん。いやほんまにわかるってほんまにわかるからほんまに5000円ちょうだいマジで。いやなんで。いやいやこれはほんまにほんまに。いやなんでなんでここをね俺ギャグでうやむやにしたくない。いや違うわお前何も分からへんのにな。いやいやほんまに5000円ちょうだいマジで。いやだからなんでやねんなんで5000円やらなあかんねん。見るかなやんだからお前今年1年どんなことあるかお前分かんのか。いやなあ何で分かってんねん。ぶっさくな顔しやがって分かんのかなあ。ほんなら6月の26日何があんねん。分かんのかい。分かれへんやろそれを。みんなやろうが5000円払えや早く持ってきてくれ浜田さん。5000円。自分間違ってる。なんでやねん。いやいやじゃあ分かった。お前その5000円の出し方からもう占ってあげるは。なんならえっはやあれはや5000円で占ったって何が問題あんねんお前。だからって言うてやん。それやったらその辺の人に占って。例えば俺に5000円で見てほしいよね。ほらうん言うてるやん。そんな人のこっちゃから言うてんねん。そんな横分けの子でも言うてんねん。横分けちゃうやん。ちゃんと見ようやんセンター分けやん。こんなセンター分けの子でもうん言うてんねん。なんで分け目がないお前が5000円払うの。何アホやな。それ誰の5000円。財布財布なかったやろ。へへへへ。誰の5000円これ。ちゃんともらいやこっちから。いやなんでやん。お前は5000円。やめときや自分。そうやらしいことしなや。やらしいことあるんやな。技術を売ってんねやないか。今どうせまたデタラメ言うんやろ今から。ごっついやる気なくなった。もうええ。返せや返せや何やねん返せや。めっちゃね見てほしいんか見てほしいな。いや俺は見ていらん言ってるやさっきから。お前見てあるからもう。何やねんもうええ言うてんのに。デタラメとかもうそんなんあれへんがね。5000円返せよ。何やこの手あそうお前はい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 。ちょっと光の加減があれなんだはい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 。右を見る。あ左を見る、うん。臭いやな。臭い。臭ないやん全然。うちの相方手が臭い。なんだお前お前。今のちょっとおもろかったもんね。はいはいはい。あ、ちゃうわ。なんやねん。分かった分かった。なんかあると思うから。分かった分かった。お前ね骨折れてる。え？手の骨折れてるわ。いや思いっきり。いや全然折れてへん。ちえ。もうちょっとあと5000円出したらもっと見たい。なんで？ほくろ先生術しようか。なんで？さっきので見てくれやもう5000円で。まあ後で払えよお前。なんで払わなあかんねん。ここに1個あるな。はい。ほいで。汚い。
顔臭いなお前。おい臭い言うな。顔が臭いやつってうちの相方顔臭い。お前顔臭いやつ見たことあんのか。あんま触りたないな。ネバネバやな。どこがあとなんか首んとこに金持ってんのみんな知ってる。お前に言われたないわ。ようさん稼いであんねやな。稼いでない、稼いでない、みんなが思ってるだけや。全然稼いでない。いやみんながズルしてなんか節税してやってるだけ。私正直やってるだけだから私別に稼いでない。なんで肩越してんの。ただね、あの稼いだからってね、ほっとけっちゅうね。新聞でな、なんや、まあ、確かにそれはそうや。まっちゃん毛じらみで買い替えって書いてある。どういうことやねん。あ、買い替えで解決の会やな。みんな知らんけどもな。ああ、だから三田よし子は言うてた、自分で何も節税に対して何もしてないからここまで出てるっていうのは分かりますよ、うん、ただ当然の額ですから。ただまあ俺は三田よし子に負けてるとは思えへんけどもね。って自分言うてたやんか。いや、それはあかんでって僕ちょっと言うてんけど。でもね、どういう風にしたら節税ができるのか。でだから、うん、例えば、うんうん、泥棒が入ったとしましょう、うん、ですごいお金をがっさりと取られました、うん、それでも税金は全然免除にはならないわけですよね。それはあんま関係ないんちゃうの。でもおかしいよな、そんなもん物取られたんやから金ないんやから払われへんねんから、それはもうしゃあないはずなんですよね。例えば僕が道歩いてて、そうやな、日医かどっか行ってカツアゲされたとします。待てとりあえず日医はやめようや。俺ええとこ行け。まあまあ、伊藤洋華堂みたいなとこ行った時に変われへんやないか。くっつい悪そうな中学生が、うん、中3なんですわ。だから中学生みたいな。しかももう中3のもう3学期ですから。あ、もう何やの、明日明後日高校や。高校やん。そんなやつにおばはんみたいなのあれがすんな。そんなやつに囲まれたら怖い怖い。そりゃ怖いよね。そりゃ怖い。お前ええもん持ってるやんけ。え、何が。いや金ですよ、金ですよ。うんうんうん、もう四角くなってるからね。もう見えたんや。もうくっきりシルエットで分かんねえ。くっきり浮きでなってる。もう何を言っとんねん。これね、やってるから、それをもうガッと取られて、うん、あ、これほんなら猛毒かって言われて、うん、僕そんなもん何もできないじゃないですか、うん、でも税金は取られるわけでしょ僕。いや、それはそうですよ。おかしいわそんな。絶対おかしいって。第一、お前なんでそんなもん半分も取られなあかんのか説明せえっちゅうんですよね。いや、それ言われたら別にあれやけど、あんな取られたら金ないねん。もうほんま金はもう養蚕持ってるように言われるけどね、ほんま金全然あれへんし。まあ、だから今週1回休みなんとかあるから、それを利用してほんまダンキンドーナツかどっかで。わかった、俺こいつら連れて行くから。どこの店なあ、行ったらお前おんねんな。どれにしますか。だってやってくれるのか。やるよ、それは やります。いや、でもほんまにね、あれですよ、皆さん、思ってるほどね、そんなないんですよ、これがまたほんまに。いや、でももう半分以上は税金持っていかれるからね。でもね、俺ね、もうこうなったらね、来年は一番になったら思ってんねん。せやん。ほんまほんま。俺20位以内にも入ってないのが目標や。あ、そう、うん、あんな君の目標はもう20位から外れる。もう外れることやん。俺1位になることあんま。俺は三田よし子を抜く。それあんなおばあん何もしてへんがなって自分言うてたやんか。それはあかんでと。よっしゃ。でもな、ほんまにマジでお金ないんですよ僕。だから3,000円返してくれ。借りてない言ってんやろ。もうええねん、借りてなくてもええから3,000円。もうええやん、借りてなかった芸人やったら何だよ。違うやんけ、お前にとって3,000円はそんな痛いか。いや、ほんなお前も痛ないやないかね。でも返してくれや。いや、借りてないって。5,000円もやるから3,000円返してくれ。
それでええの？じゃあもう俺もずっともうガキ集まって5年間ちょい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 言うて、これでほんまに終わりでしょ、ほんまに3年返してくれ、これマジやから。なんでそんなキレてんねん。借りてない言うてるやろ、どこ行くねん、どこ行くねん。ちょ財布持って行ってくれよこいつ。マジでマジで財布持って財布持って行って。いやいや俺金入ってないで財布。いやええよ持ってきてもええよ俺金。じゃあ3000円はあるやろ。あるかな。いや でも俺返せへんで。いや返せへんじゃあ渡せへんで。いやマジマジマジ長崎屋で、うん、俺は中2の時にお前と服を買いに行った時にお前は T シャツが欲しいと、うん、で言うてでも金がないと、うん、言うてお前は非常階段のとこで頭抱えてこうやってた。違う違う、それは京都花月の時です。京都花月の時はまた違うんやって。あの時はまたあの時で貸したからまた返してもらう。違う。京都花月の時は姉さんに借りたん。メリマリ姉さんに。メリマリ姉さんに借りたん。誰も知らんけど。もうええから3台やろ。返せよ、返せよ。もうほんま返せよ。ええ、全然金ない。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょ待って、ほんで、なんでほんまに俺取られなあかんの。ちょっと待って、ちょっと待って、いや、自分ちょっとおかしいな、それ。マジで、そんな感じ。なんで俺ここ出さなあかんの、俺財布。じゃあもうほんまに3000円返してくれ。いや、まあまあ、ほんままあ。じゃあほんなよく話しようや。な、うん、3000円をちょ、ほんまに、ちょっと。もうその別にそんな4000円とか、あ、ちょうどお前、そんなちょうどあれあるやんか。うん、これでも、もうこれほんまもうなしにしよう。いや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 、分かるよ。いいで、お前金握って何してんの。いやいや、もうほんまいやもうほんまいやいやいや、マジでどうぞ。いや、俺の金だった。いやいや、もうてやねん。今もうすぐ1000円にしとく。いや、もうほんまにほんまに。いや、他にも俺ジュースとかいっぱいおごってるで。いや、そんなそんなこと言ってたら俺だってそうやんけ。俺な、言うとけどな、中学の時2回ぐらいな、お前にヨーグルトおごったことある。チアスヨーグルト2回。100円ぐらいのもんやないかい。それはすごい、アホかお前。今とあの頃の100円いたらすごいもんやねん。じゃあもうほんまこれでも終わりにしよう、ほんまに。まあまあこれまたなんか使うわ。それ印刷おかしなってなかった。印刷なんて印刷おかしいな。どうもやるわ。いや、お釣りあんのやったら1万円渡すわ。ないやろ。いや、あると思うで。ないない。いや、あるよ、1万円。俺の財布。お前、ほんま返せって。もう普通に3000円返せばいいねやんけ。なんで3000にそんなこだわんの。俺の財布どこや。これいいやろ、これ。どれ。これ。あ、ご存知だっけ。ほら、懐かしいやろこれ。ずっと持ってんねん。価値出るんちゃうかな。せやん、うん、まあ、子供かお前。ちょ、もう俺手お前の唾液だらけや。ちょ、7000円あるからお前1万円返せってやよな。ないやろ。千円札ばっかりやんけ。金ないやん。しゃあない。俺は借りてないけど、ほんだもう。オッケー。よっしゃ。4年前、一度だけ舘ひろしとやり合ったことがあるそうですが、原因は一体何だったんですか。ねえ、これはまああの舘側の言い分もあるでしょう。やがしゃ。いや、何が原因やったんですか。あのね、僕はちょっと意見をしたんですよ。うん。うん。あの CM を見てね。うん。タッチヒロシっていうのはどうなんやろ。あ、最近ですやん。あれはええんかと。なるほど、本人、まあ、本人にちょっと言うたんですよ、うん、あ、っていうか峰に伝えといてって言ったんですよ、うん、リュウタに、うん、
な、峰がなちょっとおかしい伝え方したみたいで。あ、そうなんや。でも僕一応事務所まあ1週間に3回顔出しますからめっちゃ暇やねそこにタチとこうバッタリ会って、ああなるほど。タチはちょうどなんや、あれあれ、あの給料取りに来てた時で手渡しかい、うん、タチがこう数えてた時やったふるあ、そう領収書のなんかあんなもあったらしいし、うん、なんでそんなんで、うん、ばったり、あ、ほんでほんでどうしたのパッと追ってバッて追った時に、あ、タチかと思って、うん、でタチがあんまり俺のことをええように思ってないっていうのを僕もまあ分かってたんですけども、うんうん、はいはい、まあまあここは大人やしね、うん、無視しようと思って、うん、バーッと、社長のところにこう歩いて行ったら、うん、タチがこうやって足引っ掛けてきて番長や番長やね、何クソーいうことで、いや大したことされてんよ、うん、まあいうことで、あとはもう殴り合いの喧嘩でしたね。あ、そう、うん、最後はあれ泣いてたんちゃうかな、向こう泣いてた、ほとんどほとんど泣いてた、どういうこと、ほとんど泣いてた、半べそ書いてたからね、でまあ吉住が止めに来て、吉住、石原吉住、石原吉住、石原軍団なん、石原軍団ですよね、多分石原プロじゃないような気がするんですけどね。あ、でもたまたま来てたんですよね。仕事くれみたいなことで。松本さんがかつてトークの新しいオープニング、お笑いの人って割と素人の女の人と結婚しますね。あ、そうなんかね。ええー。なんか婚約者ぶっさいぐらしいただね、うん、違うんですよ、あなたみたいに、うん、ほらもうそういう風に言うじゃないですか。でやっぱり世間の人たちもタレントの結婚する相手をいいとか悪いとか言うでしょ、うん、で僕もあのね、周りがね、こうなってくるとね、松本はやってくれるやろと、うおーというようなね、どんなやつ出てくんねん、そう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 、もう俺もそんな言われたらかなんから、うん、もう俺はもうこの上はこうマジの話ね、40ぐらいのババアと言っとこうかなでもそれならね、誰も何も言えへんやんか。いや俺は言うわ世間言えへんかっても俺が言うわ、お前そんなの。いい女言うたって所詮ね、そんなもん何年ももんですやんか、うん、5年も経ちゃね、みんなそりゃいろいろなってくるわけやから、はいはい、あっちここが痛いやらなん手が上がらんやらそれはババアすぎるわなってくるわけやんか。若い女が5年経って腕上がれへんから僕はね、もう持って生まれたコメディアンですわ。ちょっとおかしい、それ言い方が生まれ持った生まれた時からのコメディアンですから。いやもう僕、人に笑ってもらえさえしたらもう、なあ、お前笑ってもらおうもんで40のババってもうお前愛情もクソもあれへんやそれにも。いやいや、まあそうやけど、もう女も綺麗やらね、ちょっと大丈夫だよ、だから今バーッ出てきた中でもそんなの、うん、興味上がってきた中でも大したことあれへんのに、いや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 、そうやろ、いやほいで毎日毎日顔を合わす人ですわ、それがどん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 日増しにね、うん、グレードダウンしていくのを見るのがやっぱ辛いじゃないですか、うん、ああなるほどね、だからこそもう出会った時からもう衰えてるそれはそれ何の楽しみもないやないかお前普通はお前結婚したらやな、まあ、だから聞いてみ、聞いてみ、これがこうなの辛いやでもこれがこうなのはええやん、ええことあれへんやん、慣れへんに越したことあれへんやん一緒に最初おる時にどっちも若かったらお前いろいろどっか行けるけどやな、うん、鼻からこっちクソババアやってみよう、お前行くとこ限られてくるやんそれはいかんやろ、それを見てみんなまだ笑ってくれたらええじゃあだから今までで言うたら上のストライクゾーンはいくつやってよ、僕ほんとないんですよ、だからねこう正直に言いますとね、私年上で知ってる女性っていうのは一人しかいないんですよ、その一人も一個上ですわ、あ、そうですか、一個上でね、ほんで旦那おってねうん、まあいろいろあったんですけど、なんか美味しいなぁ美味しないですよ、俺の方に越したことないじゃないですか、いやいやいや、それは美味しいなぁ、だからね、それぐらいしか知らないんですよね。
でもまあそれが急に何もう40以上でええ言うてるから、それは若い方がいいっていうのはすごくやらしいですよね。肌の張りが違うとかそういうおっさんめいたことを考えるから、すごいなんていうのかな、きついでよお前、そんなと引っ張ったらそのままやでそのバカボンに出てきたおまわりさんみたいなやっとこは怖いんだよ、マキじゃないんですからこっちも覚えてませんお前マキまで覚えとんの、だからそんなんを求めずに、だから性的な問題は一切考えずに、いや俺もう見といて、でまっちゃん電撃二回りのウサギ年お前も勝手そんなタイトルつけたところで相手にされへんわ、あんなクソババ僕結構おばちゃんにモテるんですよ。あ、そうなの。僕ね、逆にそう若い女よりおばちゃんの方がモテるんですよ。もうやめとっててよ。それとはうちのおかんもかわいいかわいい、そら息子やねそら我が息子やろそんな自分がもう怖いな、やかましい松本さんは普段からギャラを現物支給でもらっているそうですが、ガキの使いでは何をもらっているんですか。あ、それは知らんかったもん、うん、現金じゃないんや。現金ね、僕はある種お金を信じてないとこもあるんですね。ああ、なるほど。だってあんなもんは結局、うん、その何でしょうか、日本銀行が勝手に作った紙切れですからはいはい、あんなもん、あれに別に何の価値もないわけですから、はい、それはやっぱり現物こそ。いや、それ知らん。あ、番組によって分けてんの。大体分けてますね。この番組は何をもらう。そうですね。はぁ、ええ、ガキはって書いてますけど、ガキは大体俺の仕様ですよねお前そんな山ほどあるやろ俺の仕様ですか、うん、いや、それはお前と俺とのその取り分の感覚じゃないですか。一緒やんけ。そう、山ほど俺の師匠が買えるほどもらってるんですか。俺は俺の師匠しかもらったことないから分かりません。いや違う、俺は俺の師匠大体8つぐらいですよお前は一体俺の師匠何本買えるぐらいもらってんの。8つってことなんやろ。俺の師匠が高だかお前あんなもん100何本やろ。ええええ、8つってことなんやろお前。じゃあ8つは言い過ぎましたけど、うん、まあまあ11とかそんなん変われへん。そんなもんですよ俺の師匠はでも俺の師匠はうまいからね。いや知ってますよ、ええ、うん、いやいまいちちゃんと絡まってんのかどうか不安ですけどね。透明やから、透明やからうわここだけ濃いみたいなことあるあるんですけど、はい、まあ俺の師匠は俺の師匠として俺の師匠かい俺の師匠いや他の番組はなんか違うもんもらってるわけです。それは違うもんはやっぱりそれはもらったりしてますね。何をもらってんのじゃあ。まあヘイヘイは大体バナナですよね台湾バナナですよねデラックスはサウザンアイランドもらってるサウザン…え、何サウザンアイランドですよ。何や、柿色のドレッシングかそれがね、もう今までにないぐらい痛かったんよ。もうほんまにもうわしづかみにされてるぐらい痛かったんですよ。のような痛みやったんですよ。あのね、30分に1回ぐらい発作が起こったんですよ。何を抜かしてんの。いやいや、これね発作ってどんなんやねん。何が発作ってどんなんやねん。発作ってどんなんやねんいやいや、俺が聞いとんねん。どんなんやねん。お前な、発作を口で説明できるか。できるわな。ほんならお前、勇気ってどんなんやねん目に見えへん。もう発作は自分で体験しとるやないか。発作は説明できへん。勇気と一緒やろお前。熱情ってどんなんやろ。ふんねん、なんかあーっていうのが、まあ、嘘やろうけど聞いとくわ。投与して何をやん何をやん薬はやないか、はいはいはい、薬を投与して、はいはいはい、なんとか今こうやって俺は毅然にこう無然に立ってるけども、なに機嫌悪いんかい。いや最高じゃないけど結構きつかったんですよ今回。きつかったんやろ。過去形やろ。うん、まあもうきつないやろ。闘技はもうそれは越しましたけど、ただまあまあ医者がね、何まああんまりえ、まあその今日はあんまり行かへん方がいいんじゃないですかみたいなとこもあったんですけど、そんなことはないよ頑張ってるいうことや。頑張ってるんでね、ほんとみんなもう道でおったらサービスしてや、もうほんとね、そん
ぐらいしてもうたらうっとうしくせに風俗行ったらサービスしてやあ、まあこの時間帯見てるやろうからねいやほんまね大変やったんですよああそうですか。今回はでもへこんだね、やばいんちゃうかなと思って。あんなことは今までなかった、なかった。やっぱりね疲れてるんですよ、ストレスでいろいろ大変なんですよ。まあまあそうでしょう ねだからもう思いましたよ、寝ながら、うん、熱も出たしね、うん、もうあんまりお前のこと心配すんなやめろ。いやいやいや俺のこと心配して熱出たんか、うん、ああそう。今でもああとか思うわけですよそんな前行ったら落ちんちゃうか、落ちんちゃうかもっと噛まなとか思うわけですよ。なんや噛まない、あ、飯食うてる時早よ飲み込むな、あーとか思うわけです。何がやん、お弁当がとか。以前にガキの使いのオープニングでも見事に実績を証明された、世界でも5本の指に。何しよっかな罰ゲーム罰ゲーム何しよっかな、どんなことさしたるかな。あれですか、もしかしたらあのボーリングのことを言ってるんですか。そうですよ、あれはみんなで楽しくボーリングをしただけじゃない。何を罰をさせられることがあるのか全く意味がわからないです。何言うてんねん。え、負けたら大変やでってお前散々言ってたよな。今度の罰はきついで。まあまあまあきついでしょうね、だんだんやっぱ上がっていきますからね。でしょ、だから何しよっかな。ただね、ちょっとあなた得すぎますよね、一人で楽しくボーリングできて。ね、みんなが4人で投げたら、まあ、狭苦しい感じでやらされて最後意味なくビンタまでされてそしてお前は恋人までできて、お前はあとあのプロかって本当にもうアホみたいですよこっちはね。なんでやる前はもう担ぎまんまやったやないか、うん、あれ何やったんでしょうね。4人で投げたら絶対いや番組としてはまあ素晴らしかったですけどね、まあ、これは本当にさあどうしようかなと思ってね、やっぱりね、うんうん、もうそうきついやつじゃないと意味がないんでね、あの精神的にも肉体的にもごめんなさい、やっぱほらやる側としてはこっちはもう S やからねもうあんたたち M じゃない。そうやね、お前みたいな人種はね、あのなんや加減がわからんけどだから怖いですよ。俺なんてやっぱりどっか最終的に愛があるじゃないですか。なんでやねん。いや愛ほんとありますよ。ほんまかい。もうポケットから出てるもん、入れても入れても出てくるもん。もうこれもしょうがないんですよ。いや過去の罰ゲーム愛あったから。やっぱ愛ありますって。ないやろ。大丈夫かな顔色これマジちゃうかなとかね本当ね、皆さんねどう思ってるか知りません。前のねあの旅館もあったでしょ、廃旅館の時もうねあれはね1週間ぐらい前からもう憂鬱なんよほんま嫌やねんで。いや憂鬱で憂鬱で、ね、いや分かるけどさ、俺らは体験してるけど、あのお前鬼ごっこなんてお前どんだけ精神的肉体的。あれはね山崎も言うてた、今までで一番きつかったって。一番あれ48時間やれ。いや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 、死ぬ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 。でもあれぐらいの類のもんやろじゃないと意味ないからね。ただもうねこの番組もう予算がないんですよ今2万なんぼしかないですよ何にもできへんやん。ちょいバカ騒ぎぐらいまでそれも無理かな2万なんそれはまあおいおい考えていったらええやんか。ただほれ4人いるわけですからね、うん、でほら山崎はほら別に大怪我したってそんなに支障ないやんか、テレビ界に置いてで9でもここ以降まだ若いから、はいはいはい、なんかこうはちゃめちゃみたいなとこあるじゃないですかもう40だエントリーナンバー1 40だやかっ最大者Ladies and gentlemen初心に帰って、はあはあはあ、まあ、この世界史で行ったらどうだと。懐かしい出囃子で。ちょっと腹立つことが5つ6つあるんですけど、ね、じゃあ5つでめっちゃ腹立つんです。これは本当にめっちゃ腹立つんですよ、うん、夜中にね、うん、2時か3時ぐらいんですよ、うん、家の近所の公園でね、うん、ヒューパーン
半やっとるんですよ。あ、やってるでしょ打ち上げ花火をね、はい、やっとるでしょってお前夜中の2時か3時やん。いやこの時期しゃあないよ。おかしいじゃん。でも夜中の2時3時はあかんやんか。まあまあええがなそれは。ほんでパーンなってる。パーンヒューパーン、うんうん、ヒューパーン、うんうん、言うてまあ多少我慢してたんですよ。はいはい、はい、まあ俺もほらちょっとテレビに集中したかったんでね、ちょうどええとこあった、はいはいはい、ヒューパーンヒューパーン言うから、うん、これもうちょっと腹立つから、うん、警察電話したろうと思って。なるほど、すいませんけど、うん、あのどこどこ何区のもんなんですけど、うん、どこどこ公園ありますよねと、うん、まあ、これも割と誰でも知ってる公園ですよ、はい、あのそこであのこんな時間に打ち上げ花火をやってるやつがいるんですけど、うん、なんとかしてもらえないですかね、うん、ないない公園、うん、何丁目ですか、うん、うん、あの何丁目っていうか何丁目っていうかないない通りのとこにある結構誰でも知ってる公園ですよ、うん、あの知ってるでしょないない公園、うん、うん、で何丁目ですか何区ですか、うん、何とか区ですよ、うん、何丁目ですか、うん、何丁目っていうかね、公園やからね、うんってやって、うん、うん、公園やからね、うん、あの、何丁目の何番ですか、うん、いや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 、そういうことじゃないやんかと、うん、いやいや、知らんと、うん、わしゃ公園の住所、うん、それは分からんと、いやでもお宅はあのあれでしょ、その公園の近所に住んでるからうるさいんですよね、うん、でお宅の住所言ってください、うん、うん、いやいやん、いや、え俺の住所はここで明らかにせなあかん、何々公園で打ち上げ花火をやってもやめさせてほしいねんけど、うるさいねんって言うでしょもうじゃあそれは分かってるんですけど、お宅の住所を教えてください、はい、いやいや俺の住所はええやん、うるさいって言うの、何々公園の花火をすぐにやめさせてほしいねん、そらそや、そや、いやいやお宅の住所、いや俺の住所はええから、はい、心配しなくても言いませんから、そんなんて言ってちゃうわ、はい、な, ぜなんですぐ駆けつけんの、いやそれはおかしいよね、これでもし公園でものすごい事件があったらどうすんの、その何丁目何番とか、ええやん誰でも知ってる、うるさい行けよすぐ行けよ、ほんでそれうわー言うてる間にもうちょっと、とりあえずもうええから、うん、早いってやさんにピッて切ったら静かもうとっくに花火終わってるんですよ、どうもないね、最後の大きいのももう終わってるんだよ、最後に取っとこなーって言ってたやつも終わってる、そんなのお前あったかどうか分かれへんやろ、これお前が大名食らいますね、それやったらせめて俺は見たかったと、それをそれをねで、そんな険しい顔やねん富士山の6合目かお前あかんわ、何がわかんの、予知能力ってみんなどっかにあるんですよ、いやいやまあそうかもしれんけど、はい、知ってますかサイコキネシス、教えたって何、パイロキネシスって知ってるか、知らん知らん、あれはね火を放つねん、ああなるほど、あの念力放射能力ですわ、ふんって思ったら、うん、あの例えばあなたの頭ボーン燃えたりするそんな力がある、これはパイロキネシスって言うんですよ、であとサイコキネシスとかいろんなネキシスがあるんですよ、うん、で僕も多少持ってるんですよ、何を言うの、ただ僕の能力っていうのはものすごい地味なんで、うん、あんまり人にあの偉そうに言えるほどの能力じゃないし、うん、信じてもらいにくい能力なんですよ、目の前でちょっとキュッとなんか動かすことぐらいできんねやろ、例えばねこうワゴンあるでしょ、これあんた押してください、こうえこうワゴン押してください、押すの、軽くふわっと押してください、押した力程度じゃこのぐらいしか動けへんがってところがもうちょい動いたのは俺のワゴキネシスなんですよ、何やワゴキネシス、あのワゴンやからね、別に物に引っ掛けんでもええやこれ俺のワゴキネシスなんですよ、でもそれを証明することできないじゃないですか、ほらほんまやったらここまでしか動けへんかったんですよ、あ今のも俺ハガキネシスなあ俺を見ろよそんなんではさ、うん、
ワゴキネシスはこうやって普通にこうあんのがね。あ、まだハガキネシス遅いやん落ちてからこうやってね落ちる前にあるよ。何何何が言いたいの、何が言いたいの。本来はね、うん、ここにこれがあって、うん、君はここにおってこうやってこれが動くんやったら、それはみんなおお言いますよね。そんなもん押してその後の力は俺や言われてもやな。でもこれで大事なことじゃないですか。何ないな。大事なことじゃないですか。大事な誰やねん本来お前の持ってる力をもっとさらに俺の力を足すことによって引き出してるわけやから。いやだからそれは分かりにくいね。一番分かりやすいのはこのままでお前が動かしてくれ。逆はできますよ。何を言ってんねん逆はっちゅうの。お前が押して、うん、お前が押して、うん、押してみ。おいちょちょちょ待て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 。お前なんや力出すのにそんな汚い顔せなあかんのか。ほんなら今の俺は逆ワゴキネシスを使ったんですよ。どういうこと、どういうこと。それを使えへんかったらもっと言ってたはずなんですよ。止めたってこと。止めたんですよ。そんなんどうでもええねんこれを動かせ。でもええねん。一庶民の松本さんに質問です。はい。相方の浜田さんの資金源を教えてください。何や思とんねん人。仕事してますから、うん、吉本からギャラをもらってます。うん、そうなんですよ。もちろんそれはそうですよ。でも、僕はこれが本職です。今僕がこれがね。そしてあなたは副業じゃないですか。君面白いこと言うな。面白いじゃなくて、なんか言うたら君ほらなんかカバン見せないじゃないですか。カバンの中。カバンの中見せないじゃないですか。いや見せないもん。あポロッとな錠剤みたいなの入ってたりする。ね減ってたりするだろ。もうな。とか言うな。スーパーカーみたいなの乗ってるじゃないですか今でも。乗ってないがな、スーパーカーなんかに。007みたいな車乗ってる。乗ってないなんかボタン押したら前から何やろこれ。キー切るやつみたいなの乗るの。マカロやないか。あんな車やっぱ買えないですって。普通の仕事してたらね。何千万ですかあれ。いやいやいや、そんなことあれ。帰り触らしてもうてみ。なんで触らないの。すごい大理石風。大理石ではないよ。でも超大理石風。なんでやねん。ものすごい車乗ってるじゃないですか。いや別に何言ってんすか。何自分今2台持ってるやんか。2台持っている2台車2台ぐらい持ってるやろ。1個も持ってないですよ。僕普段も裸足ですよ。いやお前が普段裸足はどうでもいいね。足の裏カッチカッチやもん。バンバン走ってますからね。いや2台も高速は乗ってますけど。いや乗られへんわ。いやなんとかもうあんたぐらい速いならええわあんたぐらい速いならええわって高速のおっさんが言うてたもん。全部のおっさんがこここんなもんつけてええから。お前が通ったおっさんがたまたまつけてたやろ。こうやって。あ、間違えた、早いからええよ。ほんとに。バンバン一回あのオフィスに取られたことありました。警察に呼ばれて。あの、カメラですよ。カメラですよ。制限速度を越したら光るようになってるんですよ。そうですそうです。光った。いや警察に呼ばれましたもん。もう去年の夏ぐらいですけど、僕知りませんって言ったんです。僕そんな知りませんよ。何を言うてるんですか。どこの世界に高速マジで走るやつおるんですか。まあ、ましてや走ったところでなんで映るわけあるんですか。パン見せられたら映ってた。びっくりしましたよ。ペンダントキープラー
胸もざっくり開いてましたし、何を着てんのよ走ってる時に バスローブですよ。おい君な風呂上がりに走りに行った一回事故会いましたけど、どういう事故？お釜おられたんですよ。いや君はサワー走ったんじゃん。サワー走ったの。ほんでどういう状況？前急にもうちょっと よそ見しましたから、うん、前の車止まってんの知らんかったから、うん、あーって僕は大丈夫だったんですよ。止まったんや。止まったの後ろからカーンほんで寄せろ寄せろってなって俺も寄ってお前ら車乗るんじゃねえよ。お前普通に行ったらええやんけ。いや一応車感覚やからいや向こうは何もなってなかった。向こうはへこんでましたよ。でも向こうが悪いじゃないですか後ろからやから。でももうええわすいませんって言うし、なんか学生苦学生みたいな子やった苦学生が高速飛ばすのか。いやいや俺もちょっとケツあんま光ってなかったからごめんって浜田さんは何をプレゼントされたら一番喜んでくれるでしょうか。ぜひ教えてください。はいはいはい。なんなら教えたってください。テレビのお前の浜ちゃんファン今浜田が欲しがってるのはね雨です。あ甘い雨雨ください。あでもねほんまのこと言いましょうか。今浜田がこれマジですけどどこでも更衣室やな。そうです。すみません、まあ、どこでも更衣室。そうです。僕が欲しいのはゴン布団。そうそうそう。お二人でいろいろ行くときにね二人でキャンプ行くとき使いますんで、日清さん、トヨタさん、日清さん、はい、よろしくお願いします。前はあの日清さんね、はい、あの なんとか寝袋、うん、何だっけ、焼きそば寝袋は焼きそば寝袋送っていただきましたありがとうございます。あのサロンパスが聞く聞く言ったら久光製薬さん、はいはい、箱でサロンパスありがとうございます。そういう感じでね、やっぱりこういうのは持ちつ持たれて、はい、そういうことで誰と誰がやるそういうのありますからね。はい、はい、あと何かございましたですかね。あとはもうないですか。他は別に、まあないですね。なんか頑張ってこうと頑張ってこうと頑張ってこうとはどこの人やったっけ。あれはコカ・コーラやね。コカ・コーラ、はい、コカ・コーラさん、ちなみに我々、ゾッとやってました、はい、ね、別にその他人じゃないですし、はい、あとボスのかっこいいじゃんもかわいいじゃん全然対照的なんですけど、まとめて、企業の皆さん、よろしくお願いします。そんなもんですかね、はい、それから今度青函行った時はサービスよろしくお願いします。なんで俺が頭下げなかったなんで俺がお前の分頭下げなかった前の分言うなよトップ芸能人に上り詰めた今でもフロム A で探してお忍びアルバイトをしているという松本さんに質問です。奥さんと5年前から不倫している松本さんに質問です最近浜田さんの奥さんとガム旅行に行ったらしいですね。その旅行の話をぜひ聞かせてください。お願いします。まあいつこのハガキが来るかなって俺まあ週刊女性しかり朝日芸能しかりいつスクープされるかというドキドキしてたよ。ドキドキしてたし密に連絡が取り合ってたよお前何ちっちゃい声ちっちゃい大丈夫やねんな大丈夫やねんなだから結局まとめると大丈夫やねんなお前それ自分の女とやってたやろ違う違う違う、そんなんはありましたよ。あ、なるほど。まあまあ、でもまあまあ、しょうがないですね。今の面白いわ。わかるわ、それ。まあ、それは。結局は大丈夫やねん。うん、
正直ガキのオープニング撮ってる時も電話はありましたよ。あ、そうですか。でこっちでお前を気にしながら、うわ旦那おんのに来ないって大丈夫かお前やってましたよ。あ、そうなんですか。なんかね、こうやらしやらしこういうなんかこう危険な恋というか、危険な情事っていうのは人を燃えさすもんですよ、うん、あ、なるほどね。だからあんなにも抱いてって言ってしまったんですほとんど抱いてしか言うてなかったよ。うざいお前もう抱け何回言うねお前お前は、ね、やりましょうか。あ、やりますよ、それはもう、ね、やりますよね。最近かかったのか何がいいんですか。最近かかったあったことは別に、この間熱出したっていうか、うん、あのピーピーになったぐらいで、それこのガキねこいつほんま、お前はすぐ休むな。休みたいよ。えっうちの新年会も休んでたでしょ。まあうちの新年会はね、まあ身内みたいなもんやからまだ許すわ。へえ、なんか他のミュージシャンいっぱい来てるわけですよ。それをその楽屋まで来て、俺なんてねもう着替えていつでも出れる状態で、でこのゲストとああいう絡みをして、嘘だこっちだからこう来る、あ、多分こう来るからこう聞いたりとかなって思ってる時にちょっとダダダン来て、あのマネージャーが、あの浜さんがもううんこピーピーで動いたらうんこ出るっていう、今日はなしということで、お前なそんなもん動いてうんこ出たってええやんけ。どういうこと。高倉健やないんやから、それは高倉健は動いてうんこ出たらあかんやろ。本当にね、あのね、みんなね体弱すぎますよ。まあ、精神力が足りひんな。いや、精神力でうんこは止められへん。絶対止めれる。いや違う違う、腹痛いから。違う違う違う、普通のパパは止めれるで、なんとか我慢できる。いや、あれやね、あのうんこ VS 浜田としてはうんこの勝ちなわけね。それが俺は考えられへんわけ。いやいや、うんこになんて、うんこになんてってやっぱ思ってるんだ。いや俺も思ってるよ、うんこになんて。いや、なんで負けたんやろうと思ってないね。それは思いがやっぱ弱いね。俺なんてうんこになんて。いや俺もうんこになんて。違うねん、言い方も一緒やし、だいたい一緒やねん。うんこに、いや俺もうんこになんて。いや俺も一緒やん。いや、うんこになんて、うんこになんて、ほら一緒やっちゅうの。うんこになんて一緒やっちゅうの。一緒や、気持ちは一緒やねん。負けたくないよ、そら俺かって。お前はね、親からもらった公務員活躍金があるわけですよ。それを就職することになぜ命をかけないんだ。それを言っているのよ。バカなんじゃないのあんた。だから、なんとか締めたいよね。しかも他人のうんこじゃないのよ。お前のうんこなんだよ。そうだ。お前のうんこをお前が止めないと一体誰が止めるの。それを言ってんのよ。バカじゃないの。なんでおかまくちょうやろ。もっとここがないやつ履かんと引っかかる。やめろや。もうこの辺に来ただけでもうすごい恐怖心がある。いや違う違う違う、だからほんならこっちでやるわ。何、ここがあるようなやつ履いたらあかんで、ここ引っかかる。いやそれはこっちはこっちで痛いねん、巻き爪で。ダブルで来てんねん、ダブルで。腰もほんでちょっと痛いねん。いやそれは知らんわ。いやもうダメなんですよそれ。ほんま気ぃつけなあかんて。いや気ぃつけてもあかんやろ、これはもう死んでんねんから。違うやんけ、ベロッと行くでっちゅうとんねん。上にこうなってたらあかんちゅうとんねん。分からんやっちゃうのこれだけで。わざ心配して歌ってんねやろ。俺あの龍馬やってる時もその爪がそうなってて、ブーツここ切ってたんやもん。ここがないブーツで、ここなんかあの黒いマジック塗って。お前それ天才バカボンやん。上にこうカバーがあったらあかんねんって。絶対当たってえらいことになるから。まあまあ聞いてんのか。腰痛い言うてんの。まあまあお前のな、もうそんな苦労話はどうでもいいんですよ。苦労話しちゃえねんか。それで頑張ってたって言いたいんか知らんけども。だから上にやったらやかましわよ。もうそんなスポコンの時代やないねん。もうええわ、もう剥がれろ。剥がせ。ああ、剥がれるね。これからもガンガン剥がれていきますね。ああベロベロなれ。ああなるなる、引っかかれそこで。お前も死ねえや。なんでやん。お前が死ねえ。いやいや、ほんまにね、あのそう大変なんですけどね。しょうがないですよ。腰は痛いの何。うん、分からんね。使いすぎとかそういうこと。いや俺腰使えへんよあんまり。あ、なんや、もうお前なんやマグロか。
そうです、そうです。僕はお前マグロな。僕はマグロです。マジで、ええ、相手もマグロですけどね。マグロ同士ですから。ただ単にこうやって寝とるだけやから。俺の彼女は超マグロですから。今のごちゃごちゃ。なんで腹立つねん。何が腹立つねん。いや、まあまあええわ。でもちょっと腹立つの分かる。なんかもうな、もともと用意してたみたいな、ね。また雨不足言うてますけど。雨不足やな。まあ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 。あんなんでも絶対嘘やと思えへん。何が水がめ。Thank you.
berries upon my skin, and I can't sit still. With every heartbeat calling, leading me to you, I close my eyes and follow the love that I once knew. Look at me, I'm standing in the light, no longer hiding, I'm ready for the fight. Look at me, I'm not afraid to shine, with you beside me, the world will be just fine. Searching for the truth, lost in the shadows, looking back at you. But now I see the reason, the path I need to take. With you I'm not alone, together